はい、今日はですね、このスマホとかパッドをね置いとけるスタンドをね買ってみました。はい、今日はですね、ちょっとエブリーとかねハイエース、ちょっとどっちか悩んでるんですけど、ちょっとこのねスマホとかパッドのねホルダーをちょっと買ってみました。ホルダーっていうか、ね、スタンドですね。こんな形のものですね。通常はですね、こう置いてこうスタンドなので、こうスマホとかねパッドをこう置くタイプなんですけど、これはちょっと挟み込むタイプですね。例えばこういう iPhone とかだったら、こんな形で挟み込むような形ですね。でちょっとその車の形状によってね、多分これの角度がこう変わると思うんですけど、それに合わせてこうちょっとこう横に倒したりすることもできるような、こんな形ですね。で上のところにこうここにねこう固定するところがあるので、まあ倒れないような形になってます。まあ一応これあの iPad mini ですけどね、ここら辺も挟み込めるっていうことでね、こんな形ですね。で一応これこういうふうにカバーがついてても、これぐらいのカバーだったらいけるんですよね、きっとね。結構こう開きます。iPad Air になってくるとどうですかね。 Air だとちょっと厳しいですね。加えることができないっていうんですかね、それだけ広がんないですか。なので iPad で言うとミニまでですね。なのでこれをね、エブリーの方にねつけていくか、ちょっとハイエースの方につけていくかね、ちょっと悩んでますけど、でまあ裏がちょっとこうシリコン状のね、今ちょっと机に置いただけちょっと汚れちゃいましたけど、でここにこの 3M のね両面テープを貼って固定するっていう形ですね。そう、一応これ買ったはいいけどどうなのかなと思って、一応これもここスライドしますね、ここね。なので携帯スマホとか iPad に合わせてね、この角度調節ができるっていうことで、ちょっと一度ハイエースとかねエブリーの方ちょっと置いてみて、また考えてみたいと思います。